こんにちは。皆さんこんにちは。続きです。1994の5回目です。5回目か、はい、前回あの2階に登って、あの2階の次に進み方が分からなくなって終わった気がします。はいはい、音楽室とか入れたんでしたっけ？入れてないよね。入れてない、ね、そう、なんかずっと曲がかかってるけど入れない。で、あれだ、あのトイレの鏡ばっかり何度も見るなみたいな、あ、我々がトイレの鏡ばっかり見ててで、なんだっけ、教室に鏡があるだろ、見逃したぞ、それを見逃してしまっていたらしい。そこからだ。そうですね。じゃあそこからいきましょう。いきましょう。じゃあ、まみとくんプレイでいきますか。今日は最初はね、ゲームスタートはね、この1階からですよね。毎回そうですね、うん、ただあれですよね、うん、鶴の数だけはちゃんとカウントアップされている、うん、よかった。それ1からやったらもう泣きたいですね。泣きたいな、うん、毎回全部取んのかいっつって。あ、ってことは2階に上がるクマちゃんもう1回スルーしないとダメですね。おお、うん、じゃあ保健室に行かないとダメなの、うん、慣れた。ああ、開けちゃった。ちょっと慣れたもんやで。このここら辺はもうね、そうですね、びっくりともしないです、うん。ん？音出てる？ん？出てますかね。音は出てますよ。音出てますよ。うん、この辺で女の人が。後ろ姿が確か。うん、おお、結構音でけ。結構今ボリューム上げたら音でけ。トイレとかは今はもう行かなくていいんだよね。鍵を多分取りに行かないと保健室の鍵が開けれないんじゃないかなと。あ、でかでかいですね。ちょっと下げましょう。これ怖いやつ来たら、あれ？トイレの鍵ってここいなかったっけ？びっくりした。ギーってびっくりしちゃった。お、トイレの鍵ここなんか。反対側？この右下にいつも落ちてた。もう持ってるのかな？持ってる設定なのかな？え、そこに落ちてたの？ここに落ちてました。よく覚えてるね。やりますね、マミトン。私このアクションを起こしてから。びっくりした。え、こんなんありましたっけ？え、こんなんありましたっけ？分からん。あったっけ？え、こんなんあったっけ？開けましょう。なんか反対側にいるから。おー、でけえ音。これ自動で始まる。で、あれだよね、うん、この気持ち悪いやつ。あ、気持ち悪い。あの人はさ、はい、なんか本当に出てきてもさ、目の前素通りするしさ、うん、何なんでしょうかね。ね、でもすごいアピールしてきますね。ん？反対側に鍵はないでござるか？こっち側はないですね。こっちはないです。じゃあ男子トイレだったのかな。とりあえず行ってみますか。一回、あ、進んでみます。男子トイレ、はい、あー、男子トイレ行きますか。行ってみましょうか。近いです。このね、記憶力のなさ、うん、結構毎回新鮮な気持ちで。あ、こっちじゃない。サンポール、サンポール、うん、サンポール。おー、びっくり。何回行ってもここびっくりする。え、鳴ったっけ、ここで音。なんかバケツ蹴っちゃったのかな。え、バケツ蹴ったのかな。蹴ったのかな。もうサンポール、もう鍵は持ってる、ね、持ってるのかな。2階に行ったからか。あのクマちゃんどうやってストーリーするんやったっけ。クマもういないかもしれないですよ。1階2階にも上がれてるから。あ、いるわ。デッド。これどうやって行くんだっけ。これ保健室の方であのイベントをクリアしたら、あ、いなくなってた。いなくなってた。よく覚えてますね、はい、あ、こっちじゃないわ、こっちの多分。あれ、え、鍵なかったじゃん。あれ、え、鍵の位置変わる、もしかして。いや、まさかそんな。え、あれ、鍵どこだっけ。鍵いつもトイレにあったのに。あれ、もう一回探そうぜ。はい、ちょっと私、え、いつもここにあったはずの鍵がない。え、鍵の位置変わるの。マジ、私はそこに鍵があったという事実すらもう記憶にないね。一回ゲームオーバーになってもう一回来たらありそうだけど。これね、上見ると何あるんだっけ。あの、ストゥーピッドですね。バーカだっけ、うん、おー、ストゥーピッド、
ここにクマちゃんがいる。おお、クマちゃんいる、クマちゃんいる、うん、よう覚えとんね。こうね、目に何かをはめ込めそうだっていうんでね、うんうん、え、鍵はじゃあ違うところ。こんなんありましたっけ。え、なかったでしょ。こんなんなかったですよ。え、アップデート来た。え、こんなんなかった。なんか違う、変わんの、変わりましたね。 えってこと、鍵どっかにあんのかな。この部屋にあるのかな。ちゃんと探さないといけないのかな。鏡は曇ってよく見えない。まさかの進展なし版。やばいですね。進展なし会。一回作戦があるんですけど、やってみていい。どうぞどうぞ言ってください。どうぞ言ってください。一回この回ではクマ。どこに行くの？あれ？こんなん言ったっけ？言ってないでしょ。言ってない。もしかしたらがっつり鍵あって私たち見逃してんのかもしれないですよ。マジっすか。あとで動画を見るとコメント欄でとかで、うん、あったじゃねえかよ、何分何秒に鍵が何回もあるだろうみたいな言われるパターンじゃない。やばいやばいぞ、やばいっす。ちょっとこれ私の作戦は一回クマちゃんに当たって一回、うん、いやもうギリギリダーッダーン。じゃ次は鍵があるんじゃないかみたいな。しかも今14個も集めてんだ。結構集めてる。来てるな、うん、よし、さあ行こう。早速もう鍵を取りに行く。うん、これは毎回ね、ここ変わんないんだよね。トイレ、トイレ、うん、鍵はトイレにあるはず、うん、はい、さあ鍵あってくれ、頼む。ふあった、終わった。なんだなんだったんだ。よし、鍵取ってもさっさと行こうぜ。ああ、そんなね、かまってちゃんみたいなことされても ね、構いませんよ、構いません。もう鍵さえあればこっちのもんなんです。このままだとね、我々が、うん、そう、一歩も前進なく、うん、むしろ交代で終わることになりますからね。うん、2階にすらたどり着けずに終わってしまう。あってはならないことです。あってはならない。さあ保健室。保健室で何ありましたっけ。何ありましたっけ。ここで、鍵がこのテーブルのここに入ってて、戸棚を開けます。え、マグリトン君記憶力良すぎじゃない。なんでそんな覚えてんの。前回やったから。あ、全然覚えてない。ここかな、ここだ。鍵を使った。カチャカチャ。これ開けてどうするんですか。開けて、前はここに鶴があったんですけど、もう鶴ないです、取ったから。で、なんか窓辺かなんかで、うん、あのクマちゃんのところにってやるの、アクションが。これ窓辺の方じゃなかった、アクションある。そうですね。あ、来た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 。あー、おー、びっくりした。おー、びっくりした。下にいたよ、下に。クマ消えた。クマの目を入手できれば。あれ、なんかセリフ違う。こんなこと言ってなかった。クマが消えた。クマ消えてないですよ、中にいますよ。めっちゃクマおるで、ね、しかもなんかいつの間にかこう目に何かをはめ込むことがゲームのこの主人公の目的となりつつある。そうですね。じゃあちょっと2階行こうぜ。行きましょう。誰？びっくりした、びっくりした、びっくりしたよ。あれ、あれ、ありましたっけ。今のはあった気が。ありましたか、うん、さあクマちゃんがもういなくなってるはず。で2階へ行く、うん、からのあれだ、我々が前回詰まったところやっとたどり着くんだ。そうですね。よっしゃよっしゃ、行こう、2階行こう、くまちゃん行こう、くまちゃん。音楽、音楽室から音楽がなってるなってるなってる、うん、ただ入れないんだよね。そうですね。で、この上の階段のところにこの楽譜が、楽譜をまず1枚、うん、ゲットしました。あのボールがなんかどっか挟まってる。
で教室のところに鏡があるって言ってましたね。ヒントのあった部屋ってどこでしたっけね。鏡を見ろみたいな。確かに。まあ一個ずつとりあえずざっとそうですね潰しますか。そうですね。じゃあ教室手前から入ってきます。奥から行きます。どっちでも奥から行くか。奥の鏡にどこに鏡があったのか気になりますね。見に。もうなんかもうこの、うん、この捜査官が、うん、この捜査官があれだよね、なんか微妙にこうスポットライトというか懐中電灯で深夜こう探検をしているような、びっくりした。なんかその懐中電灯でさ、こう、あ、ここだ。ああ、鏡の中に近くってこと。一応ここ周りを見渡しますが、この周りにはないですね。ない。うん。でこの教室に逃がさない。今度言いましたっけ前。分からん。ないんじゃない。さてそうヒントいただいたのはこの教室に鏡があんじゃねえのみたいな言われてましたよ、ね、なんで1階のトイレまでわざわざ行くんだよ、うん、という感じで言われておりましたが、うん、どこにが鏡が鏡これか。あこれなるほど。これ鏡だと思わなかった。イベント発生いきます。鏡だ。ああ、発生した。さっきの部屋とどこが違う。別の世界入ったの。入りましたね。え動ける。もう操作できんの。動ける。めっちゃ人おるやん。めっちゃ人いますよ。近づきます。しかも色白黒やな、はい、近づいこうぜ。ちょっとビリビリしてる。え大丈夫。助けてみたいな話。ちょっと近づいていいですか。いいっすよいいっすよ。逃がさへんで。ぐいっ。ちょっと胸あらわになりすぎじゃないですかこれ。ちょっと角度がまだ違う。誰が喋ってんの。まだ違う。靴履いてる。なんかちょっとリアルリアルしてるな、はい、えタップしてみていいですか。どうぞどうぞ。おならしのタップするとまだ違う。え、うん、何したらいいの。この部屋のうろうろする鏡。さっきの鏡はある。戻るのかな。ちなみに鏡をしたら、ね、うん、一回押してみる。押しましょうか。なんか鏡の世界とこっちを行ったり来たりしながらゲームを解いていくみたいな。そんな話。それっぽい。戻ってきた。じゃあ鏡の世界で音楽室行こうよ。そうですね。あ、なるほど。音楽室か。うんうん、なるほど。鏡の中に答えはあるって言ってましたもんね。クマちゃんとかいんのかな。クマちゃんでこっちにもきっと鶴、うん、あるんですか。あるだろうね、うん、がっつり探していく。そうですね。それとも音楽室駆け足で行っちゃう。音楽室気になりますね。じゃあ行こうぜ行こうぜ行こうぜ。あ、ドア開かない。あら、この部屋で探さないといけないのか。なんか、うん、異物がないか私もかなり見てるよ。ほとんど一緒。この世界は触れないんですかね、うん、あ、なるほど。なんか物とかもあんまなさそうじゃね、うん、あ、クマ。あ、クマちゃん。クマちゃん触っていいですか。もちろんもちろんもちろん触ろうぜ。あ、触れない。クマちゃん。クマちゃん触れないですね。ゴミ箱の中とかなんかいけない。これ以上、ああ、なんか上に登った。え、あ、落ちた。あ、多分こんな遊びは別に入ってないやろ、うん、特段なんもない。出れないし。出れないですね。女の人も何まだ違うって。天井なんもない。天井背中後ろから。後ろからなんもないのかな。で出れないんですよね、はい、なんすかね。え、この部屋で何したらいいの。ドアはタップしてもロッカー的なものとか。これない。後ろのロッカーには何も入っておらず。あ、これ開くのかな。ほうきがはみ出てる。ほうきはみ出てる。開いた。なんもない。うん。なん
なんもないっすね。なんもない。え？わからん。どうしたらいいの？戻ります。元の世界に。ど？一旦戻ってみましょうか。うん。一回あっちに行ったことによってこっちの部屋で何かが変わってる、うん、始まるとか。女の子がいたらへんは、まあ、ここらへんですね。周りは別に見渡しても何もない。クマちゃんは前にいる、うん、目に何かをはめ込めそうだってチョークとかをブスブスって刺したいねまたバーンとこうなるキャー別の部屋見に行ってみます。なんだ音楽室が開くようになってるのかな鏡の中に答えがある。ロッカー触ったら鏡の中に答えがある。なんか見落としてんのかな。このロッカーねたまに開くんですよ、うん、びっくりしますね、うん、で、うん、前鶴も入ってましたよね、うん、このロッカーね、うん、全部の部屋に鏡ってあんのかな、はい、あー見に行きましょう次の部屋を。あ、ない。あ、ない。ますます。さっきの女の子が立ってたらへんに違う。ですなあ、うん、私もそれ思いました。なんか書いてある。この？この学校何かがいる。前回読んだな。前この隙間に鶴ありましたね。いたね、いたね。うん、おーびっくりした、うん、この矢印はたまにヒントなんですね。この奥にあるよっていうヒントだったんだ。そうだね、じゃあ出ますか。出ましょうか。どうまた詰まった、うん、詰まっちゃったぞ、うん、前回の動画これ以外にコメントなかったですかね。なかったなかった。鏡あるよだけだった気がするな。ヒントらしいヒント、うん、で入れはしないよね、うん、一応行ってみる。行ってみましょう。ダメだ、うん、じゃああの部屋に鍵があるんですかね。次だって行くとしたら音楽室やし鍵がないと入れない、うんうん、前回の1994って、うん、あったあったあったシャープよ私ゲームは見出した森田さんこんにちはって言ってる私もう一回鏡の部屋に入って鍵を探しに。さ、鏡の中にやってきました。この部屋どこか違う気がするって。なんかヒントだな。ヒントですね。どこか違う気がするって言ってるな。違うところ、間違い探し。で、そこに答えがある。あ、そういうこと？そういうこと？じゃ前の部屋をよく見て、あ、窓が開いてる。お、お、窓が開いてる。え、閉まった。これなんか違うんじゃないですか？閉まった。女の子の方を振り返る。ちょっと喋りかけてみようか。おまだ違う。あ、なるほど、部屋を同じにしないといけないのか。で、この女の子がまだ違うって言ってるんだ。ここは一緒ですね。はあ、半開き半開き、うんうん、あ、おバーカーが消えた。あ、なるほど、同じにしないといけないのか。はい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 、もう一回話しかけてみましょう。うん、話しかけてみます。まだ違う、まだ違うか。どこが違う。もう元の部屋が大して覚えてねえな。覚えてない。その違うところは触れるんだ。触れる。チョークとか、いろいろ触って、黒板消しとか触れない。それとも一回部屋戻ってみる。あ、なるほど、チェックしに行きましょう。あ、窓が開いてる。ここも。あ、ほんとや。ん、あれ触れない。閉まれ閉まれ。触れない。何、この窓は正しいのかな。向こうも開いてんのかな。チェック、じゃあ見に行きましょうか。
来た来た、まず、あ、開いてる開いてる、机の感じ、ここも開いてる、うん、うん、この机とかもなんかあんのかな、机の向きとか言われたらもうね、どうしようもないですね、わかんないよね、一周しましょうか、はい、まず閉まってる、そこのキャビネットそんな感じでちょっと開いてて、うん、机がゴロゴロしてて、うん、チョークもそんな感じであって、クマちゃんいて、うんうん、椅子はこんな感じでガラガラ、黒板だ、綺麗に消されてる、ここら辺ヒントなんだろうね、うん、きっとここにもきっと落書きあるんじゃない、なるほど、黒板をちゃんと綺麗にしないといけない、うん、あああヒントなんだろう ね。で、他は後ろのそんな感じ、そう、バーカーがないところを、うん、前方の黒板だけですかね、ですかね、ちょっとそれやりに行ってみましょうか、うんうん、まず窓を一個閉める、開いた、あ、開いた、さっきのはまんまなのか、そしたらじゃあ前方の黒板ですかね、あ、え、何も書かれていない、何なんだと、なんだと、違いが分かんないぞそこら辺倒れてる机とかさ、はい、なんか起こすとかないのかな、そ、あっ、これどうすかね、一回ちょっと答え合わせしてみましょう、まだ違う、え、じゃあ机とか椅子を全部触っていく、もう至る所もうしらみつぶしに触る、そうですね、なんという脳筋プレイただの脳筋プレイですよこれは本当に全部触っていってる、でも机一個はなんかもうあれで正解やったっぽいですね、もう固定されてる、うん、他は何にも、さあじゃあ、うん、あとわずかこっちの塊だけ、そうですね、こっちの前方の塊、うん、ここら辺ぐちゃぐちゃか、カバンが落ちてる、カバン、向こうの部屋もカバン落ちてたし、ゴミ箱もあった、何が違う、あとベタ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 、何が違う、ベタ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 、お、時計をな、あ、あーらー、まあ3時だった気がします、時計か、あれ3時だった、多分選択肢に、うん、あそこか、うん、すごい、その前にこのこっちの机はどれだ、あれは立ってるが正解、立ってるが正解、オッケー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 、あれ9時だ、9時だよね、はい、あれ私さっき9時にしたよね、9時しましたね、行きましょう行きましょう、うん、まず、うん、これ立ってるよね、うん、OKくじ、ガール、一回なんか違う時間にしてから9時にします、何何を疑ってるのなんかあの時間変えれるのにもともと正しい時間だったじゃないかと思って、もともとはさっき3時でしたよ、あ、本当ですか、3時になってて私が9時に合わせました、はい、9時にしました、うん、黒板消し2個あるね、ここ、うん、2個あるね、うん、さっき1個しかなかったっけ、あ、1個しかなかった。黒板消し、この手前に出てるやつは覚えてますけど、右のやつあったかな
落ちてる。あーすごい気づいた。しゃお願い頼む。来た。あー来た。たあーまたさあ終わった。あーやまたあ鍵が音楽室だ。いやーよかった。次回音楽室行きましょう、はい、音楽室だ、はい、どこの鍵だろうって言ってるけどこれはもう音楽室だ、うん、次回音楽室、はい、さよなら。さよなら。ご視聴ありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひともよろしくお願いいたします、私たちアップバンクは毎日の動画更新以外にもさまざまなイベントや生放送を行っています。今後のイベントはこの動画の概要欄からチェックできますのでぜひともご確認ください、現地で参加できるイベントもありますので機会がございましたらぜひともお越しいただければと思います。マックス村井チャンネル以外にも高橋くんやおすけバイヤーのチャンネルなどたくさんのチャンネルを運営しています。どれも楽しいチャンネルばかりですのでぜひとも、他のチャンネルも登録をよろしくお願いいたします。ではまたお会いしましょう。さよなら。